桜井市慈恩寺にございます一戸建てをご紹介いたします。玄関です。シューズボックスです。シューズボックスは全面鏡張りの大容量となっております。間接照明がおしゃれな感じです。蓋を開けますとリビングとなっております。リビング上部は吹き抜けになっておりまして、おしゃれなダウンライトが備えられております。階段下には収納がございます。そしてリビングの窓はテラスにお庭の方に出ていただけるようになっております。キッチンは対面キッチンです。システムはシステムキッチンが入っております。奥には勝手口がございます。食洗機もついております。床下収納です。三つ口の IH コンロです。そしてキッチンの後ろ側はパントリーのような収納となっております。そしてこちらにモニター付きインターホンがついております。こちらは洗濯機置き場となっております。こちらにも勝手口がついておりまして、こちらにもテラスがございます。玄関の方にエレベーター扉がついておりますね。そしてこちらの扉の方は水回りスペースとなります。洗面所です。洗面台です。洗面所には大きな窓がございます。洗面台の上部は収納となっております。お手洗いです。お手洗いもスタイリッシュです。そしてこちらバスルームとなります。バスルームも広々としたスペースとなっております。となります。では2階の方をご紹介してまいりましょう。吹き抜けでとってもおしゃれな感じになっております。上部には天窓がございます。正面は洋室となっております。収納スペースです。そしてこちらからは2階のベランダとなっております。
してもう一室、洋室です。広々としております。そしてこちらからもベランダへ出ていただくことができます。以上です。ありがとうございました。